まあ、ボスラッシュなステージやってきました。まあね、ここ全部でねボス6体いるんですけど、まあ、一番難しいやつから順番に倒していきます。まあ、こいつがねなんで難しいかっていうとね、まあねボスがねこうやって、まあ、な弾吐いてくるんですけどね、この弾にね自分が持ってるルイジが持ってる弾同士で、まあ、ぶつかったらねこうルイジの持ってる弾消えるんですよね。だからちょっとね難しい。まあ、投げてる時は大丈夫なんだけどまああとね、まあ被弾しやすいのと、まあ、ルイジ あの岩もね時間が経ったらね、まあ、生き返ってくるから難しいですね。で真ん中にグリーンスター出てくるから取って、まあまたボックス入ってここ来ます。これ2番目に難しいやつで、頭のてっぺんに弱点あるんでこうやって踏んであげます。2体まとめて踏めます。こう2体出てくるのは 初ですね。でまた出てきたら頭踏んであげて、あこれ届かんな、じゃあもう一回ヒップドップして踏んであげるとOKOK でまた帰ってくるんでこう踏んで、また帰ってきたら踏んであげると OK で真ん中よりちょっと上に、まあ、グリーンスター出てくるんでこのグリーンスター取ってボックスに入ります。で3番目に難しいのはこいつかな。でここねムービースキップ できないんですよね。なんかめちゃ見せつけてくる。あいいね、いいよ、いいと思います。でここはどうだ、右ですね、反射神経家前も言ったけど上 OK で次も反射神経家どこだ、よっしゃ OK でここにボックス出てくるんで、あここで待っておきますOK で次はブンブン言っちゃったこうブンブンかな、あんま言わない方がちょっとね面白いかなって思ってたけど、さっきネタバレしてしまいました、すいませんでもこれもまあ素早く踏んでまあ倒していくと、まあそれだけですねブンブンは簡単だね。とりあえずもう生き返った瞬間踏むだけ、あとは走って逃げるだけ。危ねえ、危ない、これほんと見えないのよね、この透明になるやつ。もうそろそろ復活するかな。 OK ちょっと早く踏みすぎてもね無敵になるんで、あ食らっちゃった。そう早く踏みすぎるのも良くないんですよね OK まあ食らっちゃったけど、まあ死ななかったらいいかな。全部でボス6体いるからね、まあこいつめちゃくちゃ簡単なんですけど、ごめんのボスですね。はい弱点見せてくるんで背中踏みますでねこいつ踏んだ後ね、まあね当たり判定ないんですよねこいつ。だからもうその場合でもダメージ食らわないっていうね。でまた来るんで、まあこれ踏んであげます。 OK で真ん中にボックスで出てくるんで待機しておきます。 OK でこれでコイン全部集めて、あっ1個取れなかったまあまあいいやで6体目のボス行きます。 OK ここでここ6体目のボスがこいつとピンクバージョン、まあ、衝撃波がね、まあ、めっちゃ残るようになってますね。 OK でチェリー取ってまあ逃げると、まあ前もね金銀のバージョンといたけど、金のバージョンもね衝撃波出してきてたけどね、やべ大丈夫か OK まあその金のバージョンの衝撃波より、まあ、長く残る衝撃波を出してくる。でルイージはチェリーになっていく。ちょっと待って、やばいぞ、大丈夫、やばいぞ、大丈夫か、踏め、最速で踏め OK でチェリールイージにしていくと、で真ん中グリーンスター出てくるんでこれ取ってボックス入っていくと OK でこれでまあゴールですね。OK じゃああとてっぺん取って終わりです。ここヒップドロップで上がって、じゃあねお疲れ様です、バイバーイ。